ハーマイオーニーはイギリス海軍の大同級系寿命艦。艦名はギリシア神話に登場する女性ヘルミオネに由来し、同盟の艦船としては三代目。ビガラス作戦参加中にドイツの潜水艦の雷撃によって撃沈された。スコットランド、グラスゴーのアレキサンダーステファンサンズ社で1937年10月6日、寄港。 1939年5月18日に浸水し、1941年3月25日収益した。1941年5月、ハーマイオーニーは本国艦隊の第二巡洋艦船隊に編入された。6月、地中海艦隊の H 部隊に編入され、マルタへ航空機輸送を行う空母アークロイヤルとフューリアスを護衛した。7月、ハーマイオーニーは 戦艦ネルソン、巡洋戦艦レナウン、クーボアーグロイヤルの護衛部隊として、サルデーニャ等の飛行場攻撃に参加した。7月の後半はこれらの艦船は13隻の、商船からなる丸大気の船団を護衛した。ついでスタイル作戦に参加。8月2日、チュニス付近で、イタリアの潜水艦、テンビエンを、大当たりで撃沈した。9月、 マルタへ航空機輸送をする空母アークロイヤルを護衛。9月の残りの期間は、ジブラルタル方面からマルタへの輸送船団の護衛に従事した。10月、マルタへの航空機輸送作戦に参加。11月、マルタへの航空機輸送のため空母、アーガス、アークロイヤル、戦艦マレーヤを護衛したが、キロニアークロイヤルが、ドイツの潜水艦によって撃沈された。 1942年3月にも、空母を護衛した。その後、ジブラルタルからダーバンまで、マダガスカル攻略のための船団を護衛した。4月19日、南アフリカのサイモンズタウンに寄港し、ドックに入居。6月、ハーマイオーニーは、地中海に戻り、第15巡洋艦船隊に編入された。6月16日、アレクサンドリアからマルタへの船団の護衛中にソルムの、 北でドイツの潜水艦 U-205 に来撃されて沈没87名の戦死者を出した。ありがとうございます。